前回の超わかる高校数学は、散布図とは2つの変量からなるデータを図にしたもののこと。散布図が右上がりの直線に近い図になったら正の相関関係がある。右下がりの直線に近い図になったら負の相関関係がある。点がまんべんなく散らばったら相関関係はなしになり、図が直線に近づくほど相関関係は強くなる。この関係を覚えよう。どうもこんにちは、本田です。今日は相関係数について学ぼう。相関係数とは2つの変量の相関関係の強弱を数値化したもの。そして相関係数を求めるためには前提として共分散を求める必要がある。 x の分散と y の分散はズレの2乗を丁寧に書くとこうなる。ここで x と y のズレを1個ずつ採用したものが共分散になる。さて相関係数は x の標準偏差かける y の標準偏差分の x と y の共分散、これを計算すれば求まる。実際計算すると相関係数はマイナス1以上1以下の値を取る。相関係数は1に近づくほど強い正の相関関係がある。マイナス1に近づくほど強い負の相関関係がある。0に近づくほど相関関係は弱くなる。では5人の数学と英語のテスト結果のデータの相関係数を求めてみよう。欲しいのは数学と英語の共分散、数学の標準偏差、英語の標準偏差、いずれも平均とのズレの情報が必要だから表にまとめよう。数学の平均は点数の合計を人数で割れば5になる。英語の平均は点数の合計を人数で割れば4になる。数学の平均とのズレと英語の平均とのズレはこうなる。では共分散を求めよう。数学のズレと英語のズレをかけるとこうなる。これを合計して人数で割れば数学と英語の共分散5分の22が求まる。次に数学の標準偏差を求めよう。数学のズレの2乗はこうなる。これを合計して人数で割れば数学の分散5分の26が求まる。これにルートをつければ数学の標準偏差はルート5分の26になる。次に英語の標準偏差を求めよう。英語のズレの2乗はこうなる。これを合計して人数で割れば英語の分散5分の24が求まる。これにルートをつければ英語の標準偏差はルート5分の24になる。さて相関係数は数学の標準偏差かける英語の標準偏差分の数学と英語の共分散、これを計算すれば2ルート39分の11が求まる。これを電卓で計算すると約 0.88 になって1に近い値を取るから正の相関関係があることがわかる。ちなみに散布図を書くと確かに右上がりの直線に近い図になっているね。今日の動画内容をまとめると、 x と y の共分散は分散の公式の x と y のズレを1個ずつ採用したもの。相関係数は2つの変量の相関関係の強弱を数値化したもので、 x の標準偏差かける y の標準偏差分の x と y の共分散で求まる。相関係数はマイナス1以上1以下の値を取り、1に近づくほど強い正の相関関係がある。マイナス1に近づくほど強い負の相関関係がある。0に近づくほど相関関係は弱くなる。これを覚えよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。